結構いるんですよね。あ、そうなの、うん、あれ、瀬山さんって出身は、僕は山梨なんだけど、はい、親父が長野なんですよ。ああ、そうなんですか。そう、長野県なのね。それで、お袋は東京だったんですけど、それで、名古屋はどういう関係かっていうと、親父が4人兄弟、もう全員死んじゃってるけど、うん、もう戦中派だから、うん、親父が2番目でね、あのお兄ちゃんが1人、あの1、2、4人兄弟でみんな死んじゃってるけど、うん、うちの親父が2番目で、一番上の長男が名古屋に行って、うん、あの日本で最初の車を作った人、トヨタで本当にトヨタの第1号社員なんですよ。あのでっかい会社の、世界的なトヨタのあそこの第1号社員で、じゃあ相当な変わり者ですね。で、あの要するに社長と2人だやってたから、それで最初の国産車っていうね、トヨタのね、みんな知らない、マニュアルでなきゃ分かんないんですけど、なんとか01だったかな、最初、日本最初の車を作った、検索してみて。いや、出てこない、出てこない、はい、うん、あ、すごいね、あんまり出てこない。日本で最初の車を作った人、それの責任者が僕の親父の兄貴なんですよ。それで名古屋にその関係で、そっちの方の、あの要するに いとこになるんですかね、あのみんな、僕と大体年は一緒ぐらいです、みんなね、あのそのおじさんの関係で。結構すごいですよ、みんなトヨタの営業本部長とかいとこなんですよ。すごいですね。そう、だから僕が大学卒業、ミュージシャンは長谷川さんだけですか。え、ミュージシャンは長谷川さん。そう、大学卒業した時にそれをなんで紹介してくれなかったのかって、そういうコネクションが、すごいコネクションがあるのにね。そうだね、ね、トヨタの初期の役員なんですよね、うん、でトヨタのもう前の一番初期の社長と一緒にやってたっていうので、長谷川さん知らなかったんです。全然知らなくて、うちの親父にもどうしてそういうの紹介してくれないのか、ね、もうちょっとね、楽な生き方できたんで、ね、そうねえ、びっくりですよね。あの長野県なんですけど、結構面白い人いっぱいいてね。だからあのこの間のボーカルの子も長野なんですよ。あ、そう。あの子も長野で、あのどっちか名前に近い方なんだけど、飯田市。あ、言いました。諏訪の方ですね。諏訪じゃなくて飯田っていうところ。飯田ですか。長野ってこう長い、ただね、縦長にの県なんですよ。私はね、北市に住んでたんですよ。あの白馬とか、あのオリンピックだったところ1年ぐらいね。面白い人いっぱいいるのよ。だからあの、そうなんだ、僕の親父が出た中学校諏訪なんですけど、うん、諏訪の子なんですけど、あの戦艦大和の艦長も先輩だし、それから東京オリンピックのファンファーレ作曲した人もそうだし、あと琵琶湖なんとかってダラララララ あの船乗ったからじゃない、琵琶湖就航の歌かな、あれを作った人もそう、長野県の人、なぜか知らないけど、そういう人がいっぱいいてね。あ、でも環境はいいかもしれないね、うん、水がきれいだし、そう、面白いんですよ、すごく面白いところ、やることないしね。なんでしょうね、独特なものがありますよね、信州人ってね、独特のものを持ってて、そこに入れるわけね。そうです。あ、ちゃんと一応。ああ、じゃあ15万ぐらいした？いやいやいや、これね、うん、いくらか4万ぐらい。え、そんな安いの？うん、4万5千ぐらい。あ、本当。あ、これは安いなと思って。あ、僕はあの白いやつ、この間使ったやつ、あれ20万だよ。そうでしょ。それぐらいしますよね。あれはスペイン製。普通10万するからね。うん、ただこれ本当安くて、でちゃんと音は立つんですよね。うん。定価が20万だった。ああ、そうか。決算セールっていうのがあった。それで買える。なるほどね、それいいですね。そう、あのお茶の水 の黒沢楽器ね、決算セール、今月は何割引きで、それでもそれで買っちゃおうと思って、で行ったら、あの2本あったんだよね、同じあのシリーズが。
それで2016年製と2017年製かな、うん、もう3年ぐらい前ですけどね、16年と17年ってやつがあって同じシリーズなんですけど、古い方が良かったんですよ。あ、そう、新しいやつはちょっとね、ネックがちょっと曲がってた。あ、そう、だから古い方を選んで買ってきた。本当ギターって選ぶの難しくて、あの個体差がね、あるからね。そう、あとどの辺が良くなるかとかね、うん、また、まあ、弾く面はまた変わってくるし、うん、まあでもね、個体差があるからできるだけちょっと触ってみてピッタリするやつにしないと ね、うん、相性があるからやっぱりなんかね、うん、なんて結構勝瀬川さん弦高くても平気なんですよね。いや、あんまり最近もう力がなくなってきた。あ、そうですか。握力の問題だ。これものすごい低いんですよ。あ、低い方がいいですね。弾きやすい、うんうん、ビビるけどね。うんうん。まあ多少しょうがないですよ。そうですね。うん。フラメンコもやってる。あ、そう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 。聞きやすい方がいい。あのライブもね、この間ね、だから1回目2回目で16曲ぐらい弾いたでしょ。もう最後の方になってくると握力がなくなってきちゃう。だん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 。まあそうだな。疲れてきちゃった。確かに連続して弾くって普通ないですもんね。そう、十何曲も20曲近くやってると ね、うん、もうだからもうね、若い時はいいんだけどね。でこの年になってくるとほとんど細田さん一人弾いてたから。そう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 、ね、もうちょっとピアノがいたりとかね。そうそう、楽なんですけどね。ちょっと休憩できる。もうちょっと大勢いたら楽なんです。一人で全部やるの辛いね。手が抜けなくなってね、うん、確かにね、うん、間違えちゃいけないし、ボーカルいるからね、うん、ソロの場合いいんだ、多少間違えても、うん、ごまかせるから、うん、だけど、バックで間違えるとちょっと良くないですよね、うん、そう。でもこの間はね、ほら、歌謡曲が中心だったから、うん、意外と難しいのよ、歌謡曲って、ね、アレンジによっていろいろバラバラでね、うん、意外とね、あの、なんていうの、舐めてかかると痛みが、ジャズとかボサノバと違って人によっていろいろアレンジが違ったりしてね、結構大変なのよ。よく響く、うんうん、この間やったやつかね、これだったかな。あ、大丈夫ですよ。これもそうかな。これはね、そうそう、楽譜でどうやって撮ってるんですか今。楽譜はネットで拾ってるんですか。まあ買ってみたり、ね、まあでもネットで拾うんだけど、どれが正しいのか分かんなかったりするからね。だからね、奥さんは今おいくつですか。失礼ですか。今47かな。47でいくつくらい。45です。え、45歳。私はエミノ君の方が若いのか。そうそう、2個下なんです。あ、本当。そう、この間はね、古い曲ばっかりだったの。だからボーカルの子はね、その奥さんよりちょっと上なんですけど、うん、もうこういう曲をやってたんですよ。もう本当にね、僕もそれまで知らなかったんだけど、黄昏マイラブとかな。これも知らないんだな。知ってる。雨の御堂筋とか知ってます。これも知らないな。バカな。聞いたことあるような。聞いたことない。これも知ってる。井上陽水、イッソセレナーデとか。これも知らないんだな。スカイレストランとか知ってます。やっぱり古いんだね。この間やったやつはね。世代だね。世代だね。聞くとね。あ、聞いたことある。あ、聞いたことあるって感じだ。これはオリジナルラブ。これ、セップンってやつ。あ、これも知らなかった。知らない。じゃあ、これ古いやつだよ。これわかるよ、ウイスキーが。うん、結構じゃあ古いやつやってたんだね、そう、この間ね。実践もそっか。これ CM に流れてる。そうそう、CM の、あの、石川さゆりが歌ってたやつだ。これもやったんですよ。まあ、これはあの、ジャズの4ビートのリズムでやったんですけどね。あ、こういう感じなんだ。ジャズっぽくやったね。そう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 。まあ、ずっとあのエミリオ君と知り合った頃もずっともうあのブラジルの音楽ずっとそれ一筋に来てたんですけど、ここへ来て急に通うとかやるようになって素晴らしい。でもこれやっぱ難しいね。楽しいのよ、これがまたね。なるほどね。で、あのやっぱり日本語だから分かるわけ、ね、やっぱりネイティブの日本人とやっぱり歌詞が分かるからね、あのスーッと入ってくるんでね、そういうのがやっぱあるよね、言葉の問題がね。なるほどね、うん、しかもこれあれでも
もうその場のリズムでやってらっしゃる。やっても、うん、それでもできないことはないですけどね。あ、これ、鉄っぽくやったんですか？の方がいい。うん、4つでやったの。タタタタタ。あ、そういうことだ。タタタタ。この回。どうしたの？タタタタタタ。あ、そこにこんな感じありますか？へぇ、そうなの？この辺にあった。いろいろ。ないよね。うん。回ってます。はい、回ってます。後ろをイントロにして、はい、あ、古いやつやってんだよね。古いですね。40、あと47でしょ。45で分かんないってことは多分52ぐらいになられると、そう、分からない、そこまでか。ちょっと違うだけ分かんないからね、全く。確かに。まあどういう曲聴いてもいいんだけど。長い。そう。これオリジナルダブってバンドのやつね。聞いたことあると思います。間違いない。口づけはなかった。僕も知らなかったんですよ。みんなね、ボーカルの子から教えてもらってね、YouTube を教えてもらったりね、譜面を探したりね、それまで全然知らなくてね、うん、まあでもだん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 聴いてるうちに分かってきて。なるほどね。確かにね。ルパン三世とかもやったんだよね。あ、いいですね。
それ、ね、このキーだから、これがね彼女は歌い上げるのよ、うんうんうん、見事にね、それはもうこびりついてこびりついて、うん、でねあの子はね、あの実はねあの歌手じゃなくてね 女優やってるんですよ本職は。で昔のね NHK の中学生日記とかに出てたの、あのどっちかというと名古屋系のあっちの方のねテレビとかに。ああタレントさ ん、 ああそうなんだ、女優業であの舞台とかもやってるし、あとあの何だろう、アナウンサーじゃなくてそのしゃべりの方ね、ラジオなんか そっちの方やってて、で歌は趣味だったんだけど最近ね何か一生懸命やってる。そうだね、うん、すごく良かったですよ、うん、でも上手ですよ、うん、上手ですよね、うん、もともと女優業が本業で、うん、あんまり仕事がないもんで歌を一生懸命やるようになったみたいで、もともとでも上手でね、なかなかいい、うん、いいですね。であの変にビブラートかけないから、あそうなんだ、気持ちがいいんです、ね、あの演歌みたいにうわーってやらないからまあ、ね、それをやっちゃうと下品になるんですよね、うん、ブラジルもねビブラートかけると嫌われちゃう。確かに、ね、かけるしないですね、確かにね、かけると楽なんですよ、音程取りやすいよね、ああじゃあ途中にどっかで音程が合ってくるんですよ、かけないとパッて合わせなきゃいけないね、大変なんですよ。ちょっとじゃあ次のゲストをお呼びします。まあ、これがこの間のすね、じゃあ一斉さん呼ぼうかな。ハイフンっていう、まあライブハウスのオーナーさんで山本一斉さんって言って、今日まさにライブがあって、ライブハウス、ライブハウス、ライブハウス、あそこと柳本さんと同じような感じ、あ地下1階でやってるんですけど、今日のライブはね、ジャズ系、そういうわけでもない、いや、何でもやります、何でもあり、はい、ジャズが多いけど、どうしてもライブってジャズ多いんですよね、何も知らないけど、ジャズ多いけど、今日はプッシムライブセッション、インマイビリッジ、何なんだろうな、プッシムってのは呼ばない。Let's change これなんですよ、ゆりさん。やめてほしい。そうそう。そう。エミリオ君の奥さんはすみません、ご出身はどっちの方？東京ですね。もともと東京？元々東京なんですね。あ、そうなんですか。ご実家はじゃあどっか近く？もともと大田区にあったんですけど、もう両親ともいなくて、特に今は実家はないなみたいな感じです。あ、大田区ね。はい。はい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 。だ生まれたのは八王子の方なんですけど。あ、そうなんですか。あ、大田区って僕ね、北馬込っていうところに昔住んでたことある。23歳ぐらいの時。北馬込、うん、大田区だったですね。そうですね、確かあの辺も大田区で、大田区結構面積が広いので。あ、そうか。うん、結構下町だったけどね、はい、中延とかね、馬込とか、はいはい、あっちの方、はい、旗の台とか、あっちの方、方面。そうなんだ、うん、1年か2年ぐらい住んでたことあるね、アパートに。そうかそうか。大田区は、四谷来る前ですか？ずっと前、僕何回も引っ越ししてるから、都内あっちこっち、うん、あ、そうですか、うん、ここに住んでることは奇跡ですよね、なんか。でもここはたまたまなんですけど、でももう20年経っちゃった。20年ちょっとは、じゃあ私が20年ぐらい前に出会ってるんですよ。あ、そうだね、その時はもうこっちに今、ここにいましたね、うん、そうそうそう。ちょうどその頃なんですね。その前はね、荻窪にいた、はい、荻窪でギター教えてたの。あ、そうですか。そう、それで荻窪もいいですね、荻窪の街で、うん、で、子供が生まれて、うん、ちょっともう
その時はもう借家に住んでたからね、はいはい、ちょっと狭くなっちゃってどうしようかってね、はい、あじゃあそちょうどこの家ができた直後に私来てるんですね。 それでもう家買っちゃおうかって住宅ローン組んでね、はいはいはい、買っちゃおうかって言ってたらそれが22年ぐらい前なんですよね、はいはいはい、うん、奥さんお元気ですか？うん、元気で今日はちょっと子供と一緒に出かけちゃったんですか、素敵な奥さんです、語学は堪能でね、あ素晴らしい、うん、イギリスに住んでましたからね、へえ、薬品会社にいたんですよ、ヨーロッパの、薬の関係すごい、ひろゆきさんって、まさか忙しいんじゃないの？いや普通ね、部下が出るんですけどね、あ部下も忙しいのかもしれないね、うん、あのほら、だって怪我してるんでしょ。じゃあこれ違う人なんですか？あ、違う人なん、これ鶴田さんで、出版社ですね。あ、そっちね、そっちは忙しいかもね。もうやめてもいいですよ、そしたらきっと誰もいないですよ、うん、あの今ほら、テレワークとかだしね。あ、そういうことなのかな。まあ、着信が残ってれば折り返しかかってくるんじゃない？そうね、一気にかかってきてる、うん、そうね